マと東京、人間と地味毛量が共存する都市、人と魔の間で太古より守られてきた相互に干渉せずという暗黙のルールも、人間が下道に落ちてからはほころびを見せ始め、今や人間と魔族が結託した犯罪組織や企業が暗躍していた。しかし正道を歩まんとする人々も無力ではない。時の政府は人の身で魔に対抗できる集団、忍びの者たちからなる大魔人を、人間と魔族が積極的に闇の交流を始めてから何年が経つであろうか。私欲を貪る魔に隣接する勢力の拡大は著しく、ノマドという多国籍複合企業体はカオスアリーナと呼ばれる闇の闘技場で女戦士たちの死と生を見せ物に非合法商ビジネスを運営し、莫大な収益を上げていた。そしてそんな魔の世界には、人間世界とは異なる形で進化した技術が存在し、キリュウ・サバともまた魔界の医療技術に魅せられた人間の一人だった。はあ、今日のはダメだ。全然大したことがないつまらん手術だ。こんな場所をいつの間に気づいた、キリュウ。これは誇り高き魔界騎士イングリッド様。こんな場所へ何の用かな。とぼけるな、キリュウ。わざわざ秘密の入り口まで設けて。ここは研究施設か。お前は何を企んでる。企む？滅相もない。ほう、ならばノマドの創始者エドウィン・ブラック様のためにタイマニンを倒す力を貸せ。ええ、いいな、キリュウ。裏切りは許さないからな。思ったよりも早くこの場所が見つかってしまったな。
やはり生きていたのか。生きていたというよりは一度死んで生き返ったという方が正しい。忘れたとは言わせんぞ、タイマニン、紫、お前は俺を殺した。この首をその斧で腫れた。死に損ないめ、どうやって生き返った？単純だ。魔の手先となって半分人間をやめたのさ。妖魔の生命力を借りてこうして見事に蘇生した。しかしおかげで妖魔に乗っ取られるのは時間の問題だ。つまりもうすぐ人でなくなる。わかるか紫、この悲劇が。お前が魔道に落ちたというなら、タイマニンの刃はその邪悪な魂を滅殺する。相変わらずの自信だな。そうか、カオスアリーナ復活の情報を流したのはお前だったのか。とんだ裏切り者だな、キリュウ。おっと、他には漏らすなよな。俺が雇い主に殺されるから。心配するな、雇い主の代わりに私がお前に死を与えてやろう。歓迎するぞ、タイマニン。俺の研究材料となれ。タイマニンだが惜しかったな。それはどうかな。紫、つまらない罠だ。これがお前の作戦か。まだ動けるのか。ならば つまらない罠だと。残念だったな、紫。お前の血に何か。こっちが本命だ。俺の命をかけた起死回生の罠だよ。キリュウ。タイマニン作だ。忍法影逃れの術。おのれ、まだ一匹いたのか。何これ。さて、そろそろ始めようか。
ずいぶん冷静だな。だがこれを見ても平静でいられるかな。捕まっちゃった。それは俺が説明しよう。このリングには輪の内側に極めて指向性の高い爆薬が詰めてある。切断枷だ。俺が合図を送ればたちまち手足用のギロチンだな。こっちの条件は簡単だ。俺と取引しろ、紫。いいよ、こんな頭のおかしいやつ。絶対言うこと聞いちゃダメだからね。こっちのタイマニンも伊勢がいいな。早速命令だ、紫。友達の体が吹き飛ばされたくなければ俺にお前の処女を捧げろ。え？な、何？